エカシバ弁解太子次郎弁解太子次郎6月から1924年10月23日はアイヌの家畜賞の地に許可を受けて獣医を兼業した。アイヌ語によるアイヌ名はエカシバ。なお弁解を弁解と表記することも多い。薬務町内にあったお年辺のコタンに生まれ20歳でお年辺べコタンのリーダーとなる。 当時の獣医にあたる白落の活動で周囲から尊敬を受け、また造園家としても活躍した。1900年、皇太子民宮、吉人新王にヒグマ二頭を献上する。この時のアイヌ清掃姿の写真が小学校教科書にアイヌ風俗として載る。1902年1月24日より、八甲田雪中行軍遭難事件が発生した際、タコ二郎は、 6人以上のアイヌからなる救出捜索部隊を組織し、2月9日に八甲田山で遭難者の捜索活動を展開する。地元民から不評第五連隊が遭難した周辺の地名を聞き出し、退避しそうな場所を重点的に探索するという遺体収容手法によって注目される。同年4月22日に作業を終了する。67日間の捜索活動で、 遺体11体と多数の遺品を発見した。1924年10月23日、死去する。ありがとうございます。